今回のメニューです。トピックスでは浪岡稲荷神社の茅の輪くぐりと観光写真コンクール作品展示と表彰式の様子を、特集では新年子ども羽根つき大会と中央区成人の日記念式典新成人の集いについてお伝えします。皆さんいかがお過ごしでしょうか。こんにちは、中央区です。司会の西谷由紀子です。さて、1月5日は二十四節気の一つ、小寒です。寒の入りとも言われ、節分までの間、冬の寒さが厳しい時期とされています。寒さに負けないように、この番組で紹介しているほがらか体操で体を動かしてみてはいかがでしょうか。それでは区内の話題からご覧ください。築地の浪岡稲荷神社で茅の輪くぐりが行われています。この茅の輪くぐりは、災いを退けるとされる茅の輪をくぐることで身を払い清めようと行われているものです。浪岡稲荷神社を訪れた人たちは、左回り、右回り、左回りと茅の輪をくぐって参拝していました。はい、2014年は家族健康で、楽しく日々を過ごせたらなと思っております。宝くじが当たったらいいなと思ってます、はい、仕事、家庭、すべて満足いく一年にしたいと思います。この浪岡稲荷神社の茅の輪くぐりは1月10日金曜日まで行われています。続いて、中央区観光写真コンクールの入賞作品の展示が1月17日金曜日まで中央区役所1階ロビーで行われています。展示されているのは、区内で行われた各種イベントや中央区内の名所、旧跡、伝統行事や自然、風景、街並みなど中央区の特色を表現した入賞作品37点です。昨年12月24日火曜日に行われた中央区観光写真コンクールの表彰式では、中央区観光協会会長賞や中央区長賞などを受賞した皆さんに賞状や副賞が贈られました。たまたま職人さんが2人乗って、それがきっと良かったと思うんですよね。それで上位に入ったと思うんです。これは高須賀賞にはまあ入るかなと思って期待はしたんですけど、まさか推薦に、ね、なるとは思っていませんでした。本当に嬉しいです。ありがとうございます。この作品は、2月の東京マラソンのあった日に、新、歌舞伎がタワーの前で写しました。レンズが乗っていたのが超広角だったんですけども、それでもようやく入るぐらいで、目線がちょっとずれたかなと思ったんですが、出来上がった作品を見てようやく納得して応募いたしました。この観光写真コンクールの入賞作品は中央区の魅力を表現した写真ですので、ぜひ作品をご覧いただければと思います。ここまで区内の話題を2つお伝えしました。今回の特集です。新春に行われる区のイベントを2つご紹介します。まずは1月11日土曜日に行われる新年子ども羽根つき大会について、詳しい内容を文化障害学習課の鈴木課長に聞きました。今年で58回目となる新年子ども羽根つき大会、1月11日の土曜日、総合スポーツセンターで行います。これは区立小学校16校全校が参加し、羽根つきという正月の伝統的な遊びをスポーツ化し、独自のルールを設定して行う本区ならではの大会であります。
ここで少し羽根付き大会のルールをご紹介しましょう。コートの大きさは7メートル ×3 メートル、中央に高さ2メートルのネットが張られています。羽根はサービスの時は1度、その他の時は3度までつくことができます。サービスを2回連続でファールした場合や、羽根がネットに触れた時は相手に得点が入ります。区立小学校全校から男女それぞれ2チームが出場し、各チーム同じ学年同士の1対1で試合を行い、勝ち点、ゲーム得点などで競う団体戦で優勝を争います。正月にふさわしい大会であります。ぜひご来場いただき、一生懸命に取り組んでいる子どもたちを温かく応援いただき、繰り広げられる熱戦をお楽しみいただきたいと思います。日本古来の遊びである羽根付きに各種スポーツのルールを取り入れ、スポーツ競技形式で行われているこの大会、半世紀以上続く歴史ある大会だけに応援にも力が入りそうですね。新年子ども羽根付き大会は1月11日土曜日、総合スポーツセンターで開催されます。選手の皆さん頑張ってくださいね。さてここからはほがらか体操です。今回は冬の運動不足解消エクササイズです。どうぞ。はい、それでは本日はワンハンドベントローをご紹介いたします。本日はダンベルと椅子ですね、使用していきます。はい、まずは、手でですね、椅子を支えていただきます。この時に背中丸くならないようにまっすぐしてください。姿勢は前見ていきます。ここから、肘を上げていきます。背中の筋肉意識してください。ここからゆっくり戻します。肘が伸びる手前まで戻してください。ここからですね、呼吸止めないように10回か20回目安に行ってみてください。ぜひご家庭でもお試しください。背中の筋肉を使う運動です。無理をせずご自身のペースでお試しください。ほがらか体操、次回もお楽しみに。2つ目の特集です。1月13日成人の日に行われる中央区成人の日記念式典新成人の集いについて、こちらも詳しい内容を文化障害学習課の鈴木課長に聞きました。中央区成人の日記念式典新成人の集いです。1月13日成人の日に日本橋柿倉町にありますロイヤルパークホテルで行います。本区では平成17年度から新成人を中心とする中央区新成人の集い実行委員会を設け、第1部の記念式典に続く第2部の新成人の集いの企画や運営を行っております。すでに対象の方にはご案内をしておりますが、大人となる節目の年を多くの方に祝い励ましていただく式典であります。どうぞご出席ください。こちらは今回の新成人の集いのポスターです。中央区一熱い瞬間、笑顔あふれる祭典ここにありと書かれていて、意気込みが伝わってきますよね。新成人の集い実行委員会では、素晴らしい新成人の集いの実現に向けて昨年から会議を重ねてきました。こちらは昨年12月20日金曜日に行われた会議の様子です。この日は記念式典での段取りやアトラクションの最終確認が行われていました。実行委員会の皆さんに意気込みなどを聞きました。そうですね、今まで20年間生きてきて、人前に立つ仕事だったり、大きい会を指揮したりすることが今まで経験がなかったので、会長の方でちょっと紹介を得て今回やってみようと決意してみました。大きい会ですので、当日どういうのようになるかわからないんですけども、実行委員の方で楽しい企画を準備してきて、当日の、皆様の笑顔を想像しながら、新成人の集いという、一生に一度のイベントですので、楽しい企画にできるよう、そう
まあ、想像にはなってしまいますが、そのように考えて、ただいま準備していますので、はい、楽しいイベントにしていきたいと思いますので、ぜひ皆さん、振るってご参加いただけたらなと思います、楽しいイベントにしていきたいと思いますので皆さんご期待ください。お願いします。はい、みんなが笑顔で楽しんでもらえるような成人式にしたいです。どんな成人式ですか？みんなにとっていい思い出になるような成人式にしたいです。スローガンの中の一部にもあるように、生に一度のエクサイトメントといって、20歳っていうイベントはやっぱり一人一人にとって1回しかないものなので、そのイベントをできるだけ楽しいものに一生心に残るようにということで、私たち新成人実行委員会は楽しいものになるように日々準備を重ねてきています。当日はその新成人の方々にできるだけ楽しんでいただいて、その一生に残る、ずっと思い出に残るようなイベントを友達と一緒に作っていただけたらなと思っています。私たち実行委員が一丸となって、抽選会やビンゴ大会などさまざまなアトラクションを盛り上げるべく頑張って準備してきたので、皆さんに楽しんでもらえるよう努めますので、ぜひお越しくださると嬉しいです。絶対に楽しい式なのでぜひお越しください。お願いします。この日は記念式典やアトラクションなどのリハーサルも行われ、実行委員会の皆さんは壇上に上がるタイミングやお辞儀の仕方などを確認していました。またリハーサルの後には実行委員会の OB、OG から声の出し方などのアドバイスをもらっていました。20歳を迎える皆さんの門出を祝い励まし、大人としての自覚を持つ契機となるよう行われているこの新成人の集い、本番まであとわずか、素晴らしい式になると思います。新成人の皆さん、ぜひご参加ください。続いて中央区からのお知らせです。3月15日土曜日、平和の街の楽しい集いが銀座ブロッサムで開かれます。中央区は昭和63年3月15日に平和都市であることを宣言し、これを記念して始まったのが平和の街の楽しい集いです。音楽を通じて平和の大切さを改めて考える行事として今年で26回目を迎えます。今回はゲストに歌手で女優の森まさこさんをお迎えします。観覧希望の方は往復はがきまたは区のホームページの電子申請からお申し込みください。締め切りは1月16日木曜日です。詳しくは地域振興課地域事業係までお問い合わせください。中央区観光協会では第6回中央区観光検定の申し込みを受け付けています。中央区観光検定は江戸以来培われてきた歴史や文化、伝統など幅広い分野を学ぶことで、中央区の魅力ある観光資源を再発見していただき、より多くの方に中央区のファンになっていただくとともに、郷土に対する誇りを持ってもらおうと実施されています。日時は2月15日土曜日の午前10時から、会場はロイヤルパークホテルまたはコートヤードマリオット銀座東部ホテルです。申し込み期限は1月20日月曜日。詳しくは中央区観光協会までお問い合わせください。さて、お伝えしてまいりましたこんにちは中央区です。今回はここまでです。次回の番組の更新は1月12日日曜日です。それではまたお会いしましょう。